動画を USB にコピーする方法を説明します。非常に簡単です。まず USB メモリーをパソコンに挿します。そうすると、このようなウィンドウが出てきますので、フォルダを開いてファイルを表示、エクスプローラーを使用、これをクリックします。そうすると、USB メモリーのフォルダが開きます。それで、デスクトップ上の動画、これを右クリックします。 それで、コピー。次に USB メモリーのフォルダー。これを選んで、それで右クリックして、それ貼り付け。そうすると動画がコピーされます。それ、ここで終了したいところなんですけど、あと最後に取り外しの作業を行ってください。このコンピュータ、ー、ここをクリックします。これで USB メモリーの このデバイスが出てきますのでここを右クリックしてくださいでこれで取り出しこれをクリックしますそうそう USB メモリーが消えますそうしましたらパソコンから引っこ抜いてくださいこれで終了です非常に簡単です